アイテム番号、SCP-504。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、すべての種子、植物体、果実、交配物、並びに他の SCP-504 の産物は SCP-504 として分類されます。SCP-504 の種子は権限のない職員の誤った使用さえ避けられていれば特別収容の必要はありません。生育した SCP-504 の植物体並びに果実は防音室で保管されねばなりません。SCP-504 の生育または成熟に割り当てられた警備員並びに研究員は音が伝わるのを防ぐために無線を有効にしたマスクを装備しなくてはなりません。また冗談を言わないように注意されねばなりません。説明。SCP-504 は物理的にはトマトの一種であり遺伝子的には少量に生育されている典型的なトマトと同一のものであります。それはケンタッキー州の編集済みで、ある女性が農夫である彼女の夫が、お昼ご飯に殺された、と警察に通報した後に回収しました。現在財団では周囲の商用農園エリアに逃れた品種を特定し破壊する作業を行っています。SCP-504 のトマトに聞こえる範囲にいる人間がつまらない冗談を言う試みが発生した時、トマトは瞬間的に少なくとも時速100マイル、およそ時速 160km。秒速45メートルで音源の方向に急接近します。成熟したトマトだけはそのつるから離れ、腐ったもの、化学的に傷つけられたもののうち 10% 以下も同じ反応を示しました。トマトは物理的に完全でなくとも反応するようですが、摂取されたトマトは胃酸によって分解される前であっても音から遮断されているようです。SCP-504 のトマトは刺激となる冗談を言う試みに比例して加速するようです。実験ログ参照。関連する変数としては陳腐さ、ユーモア、長さ比、ダジャレの使用量があるようです。言語は関係しない模様です。中期、こっそり食堂のキッチンに SCP-504 を持ち込む奴は誰であろうと解雇されるだろう。このトマトスライスはクソ手裏剣みたいなもんだからな。ブラスト博士。SCP-504 のテストログ。項目。成熟した SCP-504 トマト1つ。被験者。D-504-1。発話。カバってやつはカバなのか本当は生かしたバカなのか。結果。速度変化なし。項目。成熟した SCP-504 トマト1つ。被験者。D-504-1。発話。考古学者とは何かクズで経歴を作って経歴をクズにしたやつさ。結果、トマトは時速124マイルを記録。被験者は尾骨の骨折に苦しめられました。中、SCP-504 は冗談について特定の、好み、を持つと思われる。これは知能を示唆しているのかもしれない。そうでないといいが、ブラスト博士。項目、成熟した SCP-504 トマト1つ。被験者、D-504-2、発話。三つのトマトが道を歩いていました。パパトマト、ママトマト、それに小さな赤ちゃんトマトです。赤ちゃんトマトがちょっと遅れました。パパトマトは怒って、赤ちゃんトマトのところへ行って潰してしまいました。そして言いました。止まっとるんじゃない。結果、トマトは時速264マイルを記録。被験者は気絶しました。項目、成熟した SCP-504 トマト1つ。被験者、D-504-3、発話。それで、俺は寝ようとしたんだけど、兄貴が俺にこう言ったんだ。グードナイト、南京虫の尖ったとこ我に突っ込まれて気を躊躇されないようにしろよ。昇級し、方形に期待だな、グッドラック。結果、2秒の停止の後にトマトは、編集済み、を記録。防音装置は破壊され、被験者は殺されました。項目。成熟した SCP-504 トマト3つ、それぞれ異なる雌雄と交配したもの。被験者、D-504-4、発話。もし人工化をしてるんなら、人工甘味料は使わない方がいい。人工虫歯になるから。結果、3つのトマトはすべて正確に時速145マイルを記録。被験者は負傷し、2本の歯を失いました。項目、成熟した SCP-504 トマト1つを4分割したもの。被験者、D-504-5、発話。ターゲット、大型スーパー、に行こうとしたけど、ミスっちゃった。結果、トマトを分割したものは4片ともすべて時速212マイルを記録。被験者は重傷を負い、右目はトマト片によって破壊されました。項目、
成熟した SCP-504 トマト一つ。被験者。飲み込んだら有害。2003年、クック、を再生する CD プレイヤー。結果。編集済み、の時点で、トマトは時速167マイルを記録。CD プレイヤーは破壊されました。10。録音でも効果があるのか、畜生。最初に D クラスどもを配置しなくてもよかったのか。ブラスト博士。項目。成熟した SCP-504 トマト3つ、各被験者に1つずつ。被験者。爆弾が霊人像に穴を開けた、というニュースを教えた後、次のような冗談を作った。被験者1。おい、マルクス像を忘れてるぞ。結果。1番トマトは、ピクピク、動きましたが、元の位置からは移動しませんでした。被験者2。BBC はスターリンだけにいいニュースです。結果。2番トマトは時速152マイルを記録。歯の欠け、顎に細かいひびが入る骨折。被験者3。あれが爆発した。結果、トマトは、編集済み、を記録。被験者は重度の頭蓋骨折のため病院に搬送されました。10。私たちは生きた被験者の代わりに録音装置を配置すると決めたはずだと思うんだがな、君らがどれくらい D クラス職員を嫌っているかはわかっているよ。特に D-504-12 をね、かわいそうに、もうすぐ任期終了なのにその前に回復すらしていない。だが、このようなテストを繰り返して検査するような奴は誰であろうと激しく叱責されるだろうよ。他のスタッフに映像ログを渡すような奴も同じ目に遭うからな。ブラスト博士。項目。成熟した SCP-504 トマト一つ。被験体。SNL でのサラ、ペイリンとヒラリー、クリントンの会話を再生するテレビ。結果、トマトは、混乱した、ような反応を示しました。スローモーション映像では、一つの軌道の中で3回秒速200マイルに達し、2回通常の投擲速度での運動を起こし、洗礼のないことに一度後戻りをしました。キング博士の仮説では、トマトは、真剣に捉えたらいいのか、どうか確信が持てないのではないかということです。項目、成熟した SCP-504 トマト一つ、被験体。前もって録音したエンジニアの冗談を再生するポータブルコンピュータ。記述。2009年は複雑な年になるだろう。我々はその実の部分を知っているが、まだ清の部分を見つけてない。結果、音速を超える強風が検出されました。コンピュータはトマトの運動エネルギーで完全に蒸発しました。速度感知器は最大で時速 3500km、時速 2174 マイル、であったと示唆しています。項目。成熟した SCP-504 トマト一つ。被験体。モンティ、パイソンのスケッチ、コメディ、世界で一番面白い冗談、の一部分を再生するポータブルコンピュータ。記述。Wenn ist das nun Struppgit und Slutermeier? Ja. Bei Herr Hund das oder die Flipperwald Gersput? 結果、トマトは爆発しました。破片は時速137マイルを記録。コンピュータは破片でひどく覆われました。キーボードは液状物質にさらされたため故障しました。清掃の後、他のすべての部品は機能することが確かめられました。項目、成熟した SCP-504 トマト一つ。被験体、SCP-904 の文章を再生するポータブルコンピュータ。結果、データ削除済み、